とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。30回で30分以内を目指してクリアしていきましょう。では入りましたらばエンチャントで火属性を入れてください。これがあると結構楽になります。意外とこれダメージね、蓄積するんだよね。で、一回結構ね、敵多いです。でもまあ、臆さず、どんどん前に出ていって、OK です。うん、まあまあ、一回の敵なので、そんなに火力はないので、大丈夫です。まあ、もしも減った時は、ポーションもありますので、全然前に出ていってください。うん、あそこで逆に止まってると、狙い撃ちにされるので、前に前に出てどんどん倒していった方が安全ですね。はい、一回おしまいでーす。で、ここで幽霊マント取ります。なぜ幽霊マントかというと、別に取るやつがないからですね。わざわざアーティファクト欄を開けてなくてもいいかなと思って、取るようにしてます。まあ、移動も早くなってね。ちょっと便利ではあるんですよね。よいしょ、ギー。どうせアーティファクト欄を開けておくならば、何かしら入れててもいいのではないでしょうか。よいしょ、ギー。おー、ナイス。ここと、ね、アーティファクトがそんなに今回ないんだよね。なので、意外とこれ入れてると、まあまあ若干なりとも攻略スピードが速くなるのでいいかなと思います。なかなか普段は取らないけどね。でもいいアーティストがないので今回だけは取りますね。よし。でここね、このシュルカーうざいよね。シュルカーうっとうしいです。はい、よし。おお、ナイス。お、また出た。やたら出るな。意外と今回運がいいかもしれない。でここでパワーシェイカー取っていきましょう。でエンチャントで、火属性を上げてくださいね。このダメージの蓄積が意外といいんだよね。普段はね、そんな使わいませんよね。タワー以外では火属性ってね。でもタワーだと意外とこれね、役に立つよね。タワーの中で、結構スタメンのエンチャントになってる、俺の中では。よし、3回特に問題ないですね。強いやつも出ないし、パワーシェイカー使うの忘れてた。まあ使わなくても全然いけるっていうところですね。はい、何もいりません。はい、で次行きましょう。ボームにはね、よいしょ、ぶれ、あれがついてるのよ、ポーションバリア。でも別に入れなくても OK です。どうせ変えますのでね、どうせ変えちゃうので入れる必要はないかなと思います。さあと1回かな。よし、ほい、ナイス、おしまい。今回クリアでスケールメイルを取っていきましょう。でこのスケールメイルに、ポーションバリアを入れるようにしてください。まあそんなにまだ使わないとは思うけどね。いきまーす。あぶねー。あー、食らってる。思いっきり食らってる。一応パワーシェイカーを入れて OK。
に備えてください。まあ、危なくなったらポーションバリアがあるので、まあ、それも使いつつやっていきましょう。はい、でここでこれバーストクロスボウですね。今回弓が結構少ないです。うん、なのでこれを結構終盤まで使うんですよ。おい、いいね、いい感じ。やっぱね、この移動速度が入るとちょっと乗ってきますよね、気持ち的に。なんか乗ってくるよね。はい、で6回何もいりません。次、どんどんいきましょう。特に難しい場所っていうのは序盤はないです。終盤ね、24回かな、そこはちょっとね、注意が必要かなと思う場所があります。危ないぞ。よっしゃー、やばいやばいやばい、食らう食らう。あぶね、お、結構矢が出るね。よし、おしまい、7回クリアです。でここでフロストサイスに変えていきましょう。でエンチャントね、エンチャントをしっかり入れてください。追い打ちと毒の雲2ずつで大丈夫です。でプレステは上の部分に、ガストが出ます。スイッチは多分下かな。ああやばい、上じゃなかった、左だった。あぶねえ、パワーシェイカーがね今回危なかったな。再使用になってましたので、パワーシェイカーがしっかり使える状態っていうのを見てからスタートした方がいいですね。ちょっとミスりましたね、危なかった。何もいりません。んで、金細工ですね。ここでエンチャントまず入れといてください。毒の雲3、これでいいです。追い打ちでもいいですけどね、でも毒の雲の方が、いいかなと思います。パワーはそんなに上がらないですけども、他を上げるよりもこれかなということでフロストサイズを上げていってます。うん、他はね、変えちゃうんですよね、まだ結構早い段階で。なので上げてもちょっともったいないので、これはフロストサイズを上げて出ます。 OK、 はいはい、まあ、若干なりともねパワーは上がるので戦いやすくはなりますね。終わりかな。では10回終了、次に行きます。でここで防具変えていきましょう。闇のアーマーですね、火力は減るんですけども、クールダウン、そして雪玉がつきますのでいい感じです。とりあえず雪玉を早めにつけたいのでクールダウン1、雪玉2でいきます。で雪玉をまずは3目指していきたいところですね。武器は、他入れなくて大丈夫と思います。とりあえずこの構成で全然、おチェーンついてんな、大丈夫ですかね。はい、火力は減るけど耐久力はね上がりますし、クールダウンがついてることによってパワーシェイカーが若干使いやすくなります。なのでこの武器で、防具でいいかなと思いますよ。耐久力にはねすごい優れてるんでやられることはないかな。終わり、落とせんかった。で11回で、ここでバージーネスト取っていきましょう。
とね、アーティファクトが今回本当にない。なので適当なやつを入れていってもいいかもしれません。まあでもこの構成が一番ベストかなとは思いますよ。よし、いいね、ナイス。おー、なんかちょっと待って、ああ凍結ね。なんか動きが急に悪くなったなと思ったら凍結でしたね。はい、しでは12回終了。何もいりません。まずここはここにバジーネスト置いてあげるといいです。で、雪玉さん入れてくださいね。 OK、 あそこに、ね、蜂がいるといい動きしてくれます。で、風使いが鬱陶しいんですよ。ここ風使いをできるだけ早めに倒したい。よしよし、ないです。では、次行きましょうか。あー吹っ飛ばされた。もうパワーシンカーつけて一気に中に切り込んでいく形がいいと思います。 OK、 まあまあ今回はバンジーネストにだいぶ助けてもらいましょう。ナイス。はい、で一応箱がありますので取りたい人は取ってください。まあこいつからかね、矢が結構出やすくなっているのでいらないっちゃいらないと思うんですけども、でもね、矢をたくさん持ってれば持ってるほどなんかね報酬が良くなるような気がする。うん、矢が多いほど報酬がいい気がする。いやでも本当気がするだけなんですよね。はい、じゃあいきます。でエンチャント入れていきますね。クールダウンです。でもまあまあ防具もねそろそろ終わりなんですけどね、闇のアーマー使うのも。でもここ結構ネクロマンサーが出ますのでパワーシェイカーの回転率を上げていくといい感じです。 OK、 結構ネクロいるんですよね。感じ。よし、はい、あんなとこにいる。で下にもまたネクロが湧いてる。おお、蜂たちがいい働きしてくれた。素晴らしかったね。では14回終了。次です。で防具変えますね。傭兵に変えていきましょう。これもね雪玉とポーションバリアついてますのですごく安定します。こんな感じですね。でこの防具を、最後まで着ていきますので、エンチャントは、2つのまんまでいいです。とにかく雪玉とポーションバリアですね。ここはね、なぜか敵がね、ものすごく少ない。調整ミスったかなって思うぐらい急に敵の数が少なくなってますね。よし、しゃあ15回終わり。でここで小袋スボー、まあハープーンでもいいと思います。どっちでも OK です。でエンチャント入れときましょう。ポーションバリアです。でパワー承認ですね。ここでパワーシェイカーを上げてください。パワーシェイカー、そうすると、最後まで使えて俺はかなり便利かなと思います。このパワーシェイカーね意外とねいいです。あで今ねミスってバジーネストもうすでに置いてきちゃったんですけども、
そういうミスはしないようにね。うん、マジネスは結構ここでも役に立つので、ミスって置かないようにしましょう。よっしゃ、めちゃくちゃいい感じ。よし、はい。やっぱね、パワーシェイカーの100超えの火力はすごい、めちゃくちゃ強い。何もいりません。いきましょう。はいはい、全然ね、最初上げたフロストサイズ、それで終盤まで進んでいけるので余裕です。よし、いたたたた、よし。あ、今回そうか、チェーンついてんだよ。そうそう、このパワーでのチェーン意外と面白いかも。よし、終わりかなこれで。はーい、18回終了です。次に行きましょう。ここは何もいりませんね。でボス、エンチャントを入れてなかったエンチャント入れてなかった。武器はもうこのままでいいです。コグロスボを上げなきゃいけません。傭兵のアーマーは何回かやられたならばライフブーストを入れていいんですけども、まあやられることはないと思うので、コグクロスボウに入れていって OK です。ヒューズショットで大丈夫です。別に入れなくてもいい。うん、別にそんなに重要なエンチャントではないので。あとあれだね、ヒューズショットじゃなくて光でもいいです。回復するんで結構。ちょっとパワーシェイカーミスった。これはザコ出てきてそうね。ボス叩くまでには回復しないかな。いや大丈夫そうだ。うん、大丈夫そう。 OK、 いいね。3ターンでいけそうだね。よし、ミスったな俺間違えた。幽霊マント使ったつもりだったけども、なぜかバジーネスト使ってる。まあまあ仕方ない仕方ない。古代のガーディアンね、バジーネストね相性悪いんですよね。変な動きしだすので。まあいいか、いけるね。よし、19回終了。ちょっとミスりました。でここで両刃斧を取ってください。ここで火力結構上がります。でクリティカル、そして虚無、これでいいです。いきましょう。でここも特に問題はないと思います。サクッとクリアしちゃいましょう。ちょっとネクロマンサーがね、最後出てくるんだけども、それぐらいです脅威としては。まあまあ脅威ってほどでもないけど。よし、置いとけ。で下にも湧くので下を倒しに行きましょう。ならば上の蜂たちがネクロマンサーをうまいこと減らしてくれてます。いいね。ということで20回終了。何もいりません。んでここのですね、ユニーク防具を上げてください。反逆者ですね、これ最後まで来ていきます。やっぱ攻撃速度が上がるんでね、優秀ですよねこれは。よし、あーと危ない。エンチャント入れてください。虚無もね、1と3とか1、2、3でダメージ変わんないかなと思いきや、これ変わりますからね、若干だけど若干変わるので、
まあまあ入れれるならば入れておいた方がお得感があります。こっちに上にいる。よし、ナイス。よし、終わりかな。22回終了。愛のメダル取っていきます。バジー、あー危ない危ない危ない。これと交代です。バジーじゃなかった。ちょっと待って、俺これアーティファクトの配置がどうも慣れないんだよな。まあ大丈夫です。若干ミスったとしてもやられることはありません。ちょっと配置替え、いや、やらなくていい。配置替えも時間に入るからね、できるだけ高速周回していきたいところ。よし、終わり。23回がこれでおしまいですね。24回です。次がそこが多分今回一番難しい場所かなと、思います。はい。でこれ爆発のクロスボウ、入れていきましょう。一応、強いと思う、この中では。うん、入れるのはマルチショットですね。マルチショットだけで、まあ大丈夫だと思います。矢はね、これかなり消費するんだけども、火力はね、もう申し分ないぐらい強いです。よし。いいね。特にマルチショットが出た時とか、最高ですね。よいし。いいかな。行きましょう。一応エンチャンター先にね、まあまあ言わずも大丈夫だと思うんですけど、エンチャンターは先に直すようにしてください。終わりかな。はい、24回クリアです。んでここで雷の杖取っていきましょう。まあいらない人はいらないでいいと思うんですけど、一応ね、ボス用に持っていくとそれなりに便利だと思います。よし、あれいけ、あーミスった、ね、下のねロイヤルガードをうまいこと仲間に引き込めたら強いんですけどね。まあそれじゃないとしても大丈夫です。やられることはまあまあまあないでしょう。オッケー。でもうここでおしまいですね。はい、25回クリアです。報酬何もいりません。いますね。で26回、ここは別に問題ないです。強い敵もいませんし大丈夫だと思います。まあ一応エンチャンターは早めに倒していくといいですね。まあまあ早めに倒せなくても大丈夫ですけど、まあ、一応念のためというところです。よし、はい、余裕ですね。26回クリアで、ボーンクラブ変えていきましょう。でエンチャント入れていきます。クリティカルと、虚無ですね。 OK です。いきましょう。この武器があれば特に恐れることはなくガシガシ進んでいきましょう。よし、愛のメ
なるもあるしね、全く問題ない。終わりかな。よし、これで終わりだ。27回クリア。報酬何もいりません。よし、ここもね、そんなに気をつけることはないと思います。まあ一応エンチャンターには注意ですね。よし、クリッパーを強化されるとちょっと面倒くさい、どうしても食らっちゃうんだよね。なのでクリッパーの強化だけは注意してくださいね。あとは特に恐れることはなしです。危ね、自分が食らいそうだ。はい、終わり。28回終了です。何もいりません。でここ意外とね、注意しとかないとダメージを急に受けちゃうんだよね。いや、行って戦いに行ってくれ。戻ってるな。やっぱこの爆発がね、今回強い。爆発、まあ矢の消費は結構えぐいんですけど、火力がすごいもんね。一気に倒せる。はい、何もいりません。で、ボスですね。あー、危ない危ない。で、エンチャントですけども、好きなやつ入れていっていいです。弓だったらば、まあ、無限でもいいし、虚無を入れていっても OK。で、武器だったらば、旋風でいいかなと思います。で、何回か死んだら、ライフブーストですね。では、今回、旋風でいきます。で、一応、雷の杖あるので、虚無6倍まで発動させて、打ち込むと、まあ、結構早く倒せます。うん。まあ、めんどくさいなっていう人は、別に、発動させるとも余裕ではありますけどね。 OK、 いくぞ。ちょっと上手いし、出てくる前に倒したかった。はい、おしまいということで、完全制覇です。今回が多分28分ぐらいだったと思うんですけども、もう少し喋、らなかったらば、早くいけるかな。26分台とか出せるのではないでしょうか。まあでも時間かかりますね。報酬を見て終わります。お、イカだ、珍しい。うん、毒の力はいりませんね。いや、良くないな。なんだろう、マルチロールかな。無謀ね。いりません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。